大場清恵は、日本のバスケットボール選手である。野城工業高校バスケットボール部の主力選手として、インターハイ、国体、ウィンターカップの3冠制覇に貢献した。高校、大学卒業後にゼクセルブルーウィンズで2シーズンプレーし、1998年に、現役を引退。2010年より、B リーグ、秋田ノーザンハッピネッツのゼネラルマネージャーを務める。 秋田県琴岡町に生まれ、小学6年生からバスケットボールを始める。幼馴染である同級生の小納めまき、新寮兄弟と共に小学校では、県大会準優勝、琴岡中学校では2年時に全国大会に出場した。1989年に野代工業高校に進学。3年生となった1991年度には、小納め兄弟と共に、 チームの主力となり、インターハイ、国体、ウィンターカップで優勝。野代工業高校に6年ぶり6度目の高校3冠をもたらした。高校卒業後は、秋田経済法科大学に進学し、福島国体青年の部に出場して優勝。後ゼクセルに進み、高校の先輩である目、雪広長谷川誠ともプレーしたが、2シーズンで引退した。 1999年に帰郷し、秋田市内のスポーツ用品店に勤務。2010年、秋田農山ハッピネッツの設立とともに、初代ゼネラルマネージャーに就任した。ありがとうございます。